アスリート応援番組アスラジどうもこんにちは。時刻は15時を回りました。12月23日水曜日、 Cウェーブアスリート応援番組アスラジ。今日はすんなりいったでしょ。はい、今日はすんなり、今日はすんなりいったでしょ。はい、タイトルコールまで。はい、うん、いつものあれがめんどくさいからですか。はいめんどくさいわけじゃないよ。めんどくさいわけではない。めんどくさいわけではない。はい、長い長い、うん、まあ長い、まあまあまあ、はいはい。髪切りましたね。髪切りました。立山ヘアって言いたい。立山ヘアにしました。しました。はい、ちょっと予想より短くて。ええ、いやそんなもんでしょ。寒いんですけど。そんなもんでしょ。いやそれ俺に失礼だよ。それ寒いですか。寒い、めちゃくちゃ寒いよ今日超寒いじゃん。だって、はい、今日は雪降るんじゃねっていうぐらい寒くない。今日は寒いですね。クリスタ今日ほんと手いてえし寒くて、あ、手いてえし、そう手いてえし、なになに、手いてえって何かなと思ってそのまま手が痛い手が痛い手が痛いしね。なんかのあの機械とか ETC とかそういうものの類。そんな俺ジジイじゃねえだろていてーって何かと思って。 T を T とは言わないよ。まだまだまだ言わないよ。 D は D は D だよ。 D とは言わない。 D も言わないし T も言わないしよ。パーティーじゃないです。パーティーじゃないし。パーティーパーティーパーティー。ミルクテーとか言わないよ。そんなジジイじゃないからまだ大丈夫ですか。まだ大丈夫、まだ大丈夫ですか。だから手が痛いっていうこと。はい、寒かったね。合ってるよね。合ってます。俺がおかしいのかと思っちゃう。もうはいはい。なんで髪切ったの。ちょっと長いかなと思ったのと、うん、そのアルバイト先のごっつり東口店の、はい、お店の常連さんに切った方がいいんじゃないって言われて。ああ、もうボサボサだよって。はい、もう先週結構ボサしてたもんね。そうですね。あと帽子かぶると、野球で帽子かぶって練習終わって外すと爆発してるんでめんどくさいよね、はい、結構ね。で選手に大爆笑されてたんで、もう邪魔だと思って。そうね、はい、俺も結局野球に戻って坊主にしたからね。おお。でも切ったら切ったで、あのバイトで鉢巻きしてるんですよ。うん、後つくでしょ。後ついて笑われましたもうそのまま帰っちゃえばいいじゃん。ああ、あとなんで鉢巻きして帰っちゃえばいいじゃん。ああ、そっち？そっちそっちそっち。それもあのねじってるんです。いいじゃん、ねじり、ねじり、ねじった方がいいって言われて、うん、お客さんにやってもらって。いいじゃん。だってごっつり東口店、はい、居酒屋だからさ。居酒屋です。合うじゃん。まあ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 、ね、俺あの大学生の頃、はい、あのカラオケ屋さんでバイトしたの、ね。はい、カラオケ店なのに俺無駄にねじり始めたカラオケなのに。そう、ねじりが巻きたい年頃だったんだろうね。ああ、そう、それで俺持ってってたからね。その頃と
同じぐらいですよね。じゃあ、あ、もうちょっと俺若かった、もうちょっと若かった、二十歳、二十歳、21ぐらいの時のねじりしてだけど、はい、その時はちょっとね、ワイシャツに、ワイシャツに、そう、ワイシャツにあの黒のスラックスに、はい、あの蝶ネクタイ、黒の蝶ネクタイで、あのエプロンもちょっと黒のおしゃれなエプロン、はい、なのに俺はねじりしてた。蝶ネクタイ、蝶ネクタイなのに頭はねじってるんですか。若気の至りってやつだよね。ああ、何でも取り入れちゃかだったんですね。そう、あの一応バイトなんだけど、一応 チーフの、はい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 、でランクだったんで、はい、結構あの気合い入れたいなっていうのもあって、あ、ちょっとねじり巻いて、それがあの大学の野球部ばっかりだったの、バイトがね、はい、だからもうみんなちょっとテンション上がっちゃって。ユニフォームはダメなんですか。ユニフォームはダメ、一応そこ はきっちりして、でもちょっとあの社員とか偉い人が来ると、はい、チュッて外す、あ、外すのはいいんだけど、やっぱり跡がつくっていうね。頭につけてては良かったんですか。いや、あれ、頭に別に何もいらない。いらないけど、何かいらないけど、ちょっと気合い入れるためにちょっとねじ、はい、土日の忙しい時とかね、あ、ねじっちゃえみたいな、はい、ねじったら気合が入る。そう、初めさ、はい、髪の長いしね、はい、俺らの20代ぐらいの時やっぱロン毛がちょっと流行ってた、はい、時期だから、はい、やっぱいたわけよ、若い兄ちゃんがね、ロン毛の子が、はい、バイトでもね、はい、その子たちはあのほら髪が邪魔だからタオルをちょっと巻いてたんで、はい、あの中の洗い物とかやるとか、はい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 、それを見て俺は坊主だったから、ん、俺もあれやりたいけど意味ねえなと。でも坊主に似合うさ、ねじりじゃね、はい、なんかねじってた。あ、しかもタオルでねじってたからさ、もうタオルの跡がつくんだよね、あのてん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 て、あのふわふわの跡、ふわふわの、そうそうです、そんな思い出がありました。何ですか。みんな坊主だったんですか、でも周り。いや、俺はだからあのほらさっきも言ったけど、はい、野球やるときは坊主じゃないと、あ、もう髪が邪魔で、あ、じゃあみんな坊主っていうあれではなかった。全然全然大学では全然全然全然、もちろん大学は坊主全くないです。全くないですか。全くないです。全くないです。何人かいるよ、俺もそうだし、はい、まあ仲間も何人かいたけど、はい、はい、僕は嫌いなんです、髪が長いのが。あ、もともと俺小学校の少年野球がもう坊主じゃないとダメなチームだったから、はいはいはい、そこからこう小中高と坊主じゃん、はい、自動的に、はい、そうするとやっぱ坊主に慣れちゃってて、やっぱ高校引退してから髪伸ばしてて、はい、大学入った時も伸ばしてたんだけど、まあ帽子がかぶりづれえのと邪魔くせえのと、この汗かいた時のここにくっつく感じがすごい嫌で、ちゃうか、たまにここからポタってきません？そう、雨でも降ってきたんじゃないかみたいな変な感覚、あれ嫌です。もう嫌だ、だからもう切っちゃえと思って、はい、切ったらやっぱり楽で、で、まあ、俺アメリカ行った時もやっぱ坊主だったし、アメリカでも坊主、坊主だったし、引退してからはやっぱ伸ばしてたよ、ずっと、あ、ずっと伸ばしてたけど、ね、面白い感じに、そう、面白い感じで、面白い感じ、面白くはない。みんなが言うちょっとインテリなんとかで。そんなことないですよ、はい、そうそう、髪伸ばしてたし、多分アスラジュ始まった時ぐらいも伸びてたし、 そうですね、はい、そうなんですよ、出会って2度目の頃にはもう坊主でしたね。そう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 、ほらね、社会人のチーム事情で、はい、プレーしなきゃいけないチーム事情があったので、はい、まあ、プレーするんなら切っちゃえというので、切ってからこのまんまですよ。そうですね、はい、俺このまま坊主なのかな、永遠に。嫌だな、それは。そのうちなくなるまで坊主で。あのさ、あ、はい、俺なくなるまで坊主って、まあ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 いいんだけどさ、あのさっき髪伸ばしてた時インテリザみたいなね、はい、こと言われるじゃん、はい、俺今坊主でしょ、はい、坊主でスーツ着るじゃん、はい、そうするとね、それだけでヤクザっぽいって言われる。ああ、本物。どっちやねんって話じゃない。もうじゃあもうもう顔が顔が普通でしょ。顔が多分ヤクザっぽい。いや、それ失礼だよ。失礼だよ。だってどっちに失礼か分かんないけど、初めて会った時、あ、やばいって思いました。ひどいね、俺第一印象最悪じゃんそれ。もうこの人を怒らせたら多分死ぬんだろうなっていうぐらいの
最初あの丁寧に丁寧に優しい優しい、で払うもん払えなくなったらもうプチンってなって大変なことになっちゃう人なんだろうなみたいな。ひどいな。そんなことなかったでしょ結局。東京湾に沈められちゃうんじゃないかぐらいの俺そんなひどい。はいはい。ひどくないでしょ。もう風貌は俺やばかったです。おかしいな、そんなことはあんま言われないんだけどな。みんな言ってます結構みんな言っておかしいな。やばいでしょってあの写真見せたら、あやばいって、みんな言ってますけど。俺ちょっと何を変えればいいかな諦めましょう。諦めましょう。はい、じゃあ諦めます。はい。もうこのままでいきますよ、はい、俺は。2016年も。2016年も、17年も。ええ。はい。もう変わんねえもん。そうですね。あれなんだよね。俺の周りにいた人が、はい。俺から見て、いや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 、そっちの人でしょっていう人が多い。見た目がね。はい。だから多分俺、自分で分かんないんだろう。みんなすっげえいい人だよ、うん、いい人だし全くそんな感じの人じゃないけど、はい、まあ見た目がねそういう人が多いなあ。そう言われてみるとそこで揉まれてるから、うん、なんでだろうね。そうなっちゃった。2016年の悩みができちゃった。お悩んでもいねえんだけどさ。俺はこのままでいきますよ。まあまあ、このまま行くんですか。はい、行きますよ。もうこのまま、はい、はい、何ですか。頑張りましょう。頑張りましょうはい、来年年男なんで。あ、そうなの。はい、猿年なんで。猿っぽくない猿だね。そうですか、うん、豚っぽい猿猿なんで。そうです。死んだおじいちゃんも猿なんで。猿年、年男か。はい、じゃあきっといい年になるだろうね。でも厄年なんですよ。もう飛ばさないでねお願いだから飛ばさないでねそうですね、はい、今年はいろ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 、いやー本当にやられた、ね、やられたね。ユッキー役にやられたね俺ね、はい、もうだいたい一緒にいるときに怒ってたもんね。一緒にいるときに中脇さんに何かが起きてたんです。災いが訪れてたよね。こっちは何かなくしたとかそんくらいで。そうね。でも USB 現在進行形で今年3回なくしてます、それなく、それはさ役じゃなくね。なんか今使ってんのどっか行っちゃってそれ役じゃなくてきっとあの管理の問題だと思うよ。管理の問題ですかね。もうあれだよ、ストラップつけて首、ま、あ下げとけばいいんじゃない。でも一個はあのあれ千葉のええ、あの時にお財布に入れてたのはお財布ごと持っていかれちゃったんで、 あの車上荒らしになった時ね、はい、あそうそれです。鴨川あれもね衝撃的だったよね、はい、衝撃的でしたね。アスラジの中継をね、はい、鴨川中継やってさ、さあ気持ちよく終わった帰ろうって言ったら車が割れてんだぜ、はい、ガラスが。何が起こったんだこれはって一瞬把握できなかったもんね。あれ後から自分荷物持って行ったらなんか一人慌ててるから何やってんだろうって、うん、で近づいたら破片が落ちてるから、あともめっちゃ呼んでたもんだよね、早くっつって。俺普通にあの車の近く行ってさ、はい、こうピッてね鍵を開けたら、はい、パラパラパラってなったの。あパラパラパラって振動で、そうパラパラパラってなんだと思って、はい、下に猫でもいいのかなと思って普通に運転席ガチャッと開けたんだけど、はい、まあ何も変化もなく見えたの、はい、その時はね。んと思って下かなと思ってバンって閉めたらブラーッつってすごい音がしたから、はい、なぬと思ってよく見たら助手席側にねもう窓の破片は散らばってるわ、はい、助手席側回ってみたら窓全くねえわ。やられた。やられましたね。そんな重大ニュースもあったね。たくさんありましたね。うん、俺も事故ったりね。それ去年です。そうもう去年からもう引き続きだよ。もう去年僕関係ない前役は今年。前役が今年。あそっかそっか、じゃあ去年は俺だ。はい、そっか。役年。いいえ全然。
30は違う、パネ40、次は42とか3とか、身内にいたんじゃないですか。いないですね。まあ何でもいいや終わりが楽しければ全てよし。そうですね、1年間どんなことがあっても、はい、だから楽しくいきましょう。はい、はい、ということで番組パーソナリティを担当します中脇大輔です。よろしくお願いします。そして、番組アシスタントの石川幸弘です。よろしくお願いします。ユッキーことってなくなったんだ。ユッキーこと石川幸弘です。よろしくお願いします。はいはいはい、ということで今日はねちょっとね2015年のスポーツニュースをね、はい、振り返ってみようかななんて思ってるんですけど、はいはいなんでいろいろあったと思うの。はいね、でさもういろいろ遡ってたらさ、まあ今年は不祥事の年かなと。今年も不祥事の年、うん、なんかいろんな業界でね、はい、スポーツ界の中の、はい、まあ、いろんなジャンルでね、あいろんな業界でそうあったなっていうのが、はい、まあ第一印象なのと、はい、やっぱ後半に行くにつれて、まあ、ラグビーだったりとかさ、うん、ね、錦織選手だったりとかね、はい、なんかこう輝かしい成績を残した方々がこうバン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 で出てきて、まあ、総裁されたのかなみたいな、はい、うん、感じがあったかななんて思って、プラマイゼロで、プラマイゼロです。うーん、マイナスなのかなまだはい、マイナスだろうね今年は。もう起きちゃった時点でもうダメですからね。まあプラマイ戻ってたんだよ、はい、戻ってたのにオリンピックのさまざまな問題で、はい、やっぱりマイナスがちょっとねなっちゃったのかな。開催予算の話ですか。そう予算だったりさ、はい、ね、新国立競技場の白紙戻したりさ、はい、あとあのねエンブレムの偽造問題だったりね、はい、オリンピックが多すぎますね、はい、オリンピック多かったね、はい、やっぱそれだけ大きい大会だから、はい、まあ、世界が注目してるってことでもあると思うんだけど、はい、多分なんでもないことだったと思うんだよオリンピックじゃなきゃ、はい、多分エンブレムの盗作疑惑なんて多分山ほど世の中にはあると思うし、でもまあオリンピックっていうこの世界的な大会だからこそまあ注目されちゃったのかなっていう部分もありますけど、なんかオリンピック変に特別視してされてるような気がします。なんか緊張しすぎなんじゃないかみたいな。なんだろうね、まあ、世界大会っていう位置づけだからなのかとは思うけど、はい、なんか下手に焦りすぎ、うん、まあ、はい、オリンピックを開催した何なんだろうね、オリンピックって儲かるの儲かるんじゃないですか。儲かる。いや、よく言うじゃん、なんかオリンピックを開催すると経済効果はすごい上がるけど、はい、赤字が続くっていうじゃん、うん、でその経済効果が続いてこその黒字転換していくっていう、はいはいはい、ちょっと長期的なスパンなわけでしょ、はい、どうなんだろうねっていうさ、まあ、果たして承知してこんな前からこんな問題がね、うん、山ほどあってお金の問題も含め予算だなんだってこう苦労してやってプラスになっていくのかなって思っちゃうんですけど、はいはい、オリンピックを開催したことある人って、はい、今日本にいらっしゃらないですよね。開催したことある人、その前回東京オリンピックってあるじゃないですか、はいはい、64年、はい、その頃に今、まあ、森都知事とかが、森都知事じゃないや森さんがやってるようなことをされてる方々は多分いないんじゃないかな、亡くなっておられると思うんですけど、ただまあいろんなデータだなんだっていうのは多分残ってると思うので、長野もあったから、そうもちろんね、いろんなこうオリンピック、もちろん日本だけじゃなくて海外のオリンピックもいろいろ調査をしてやってるとは思うんでね、その辺の心配はないのかなと思うんだけど、まあ、大変だよね。でもね、うん、一世一代のお仕事を一代でやらなきゃいけないわけで、はい、まあ大変だと思いますよ。はい、はい、だからオリンピックは見に、国民としてはね、はい、見に行きたいよね。まあまあまあ
次もう二度とないからね、はい、見れるなんて。なんで50年後ぐらいですかね、多分だから今の本当に10歳とか小学生、はい、中学生ぐらいの子たちは今回見て、はい、また大人になって見る機会も多分あるのかな、はい、ないのかなって感じだけど、もしかしたら2回見れるかもしれないし、でも僕たちはもう1回のみなんで、まあちょっとね楽しみたいなとは思いますけどね。うちの両親も63年生まれなんで、はい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 、記憶に絶対ないと思うんで、ないね、多分初めてのオリンピックになるんで、ね、楽しみっちゃ楽しみだよね、はいはい、それまでの過程がちょっとごたごたしすぎなのかなぐらいで、うん、そうなんですね、はい、これも結果良ければ全部いいんですかね、いいんじゃないでしょうかはいということで、はい、本日のアスリート応援番組アスラジは、まあ、2015年のスポーツニュースを振り返りますので、はい、50分間最後までお付き合いお願いします、はい、また番組ではメッセージを受け付けております。はい、メッセージは番組公式サイトのメッセージフォームよりお送りください。ホームページアドレスは http://asuraji.wpblog.jp http://asuraji.wpblog.jp です。はい、こちらのアドレスからでも受け付けておりますので、どしどしお送りください。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。今の間は何だったんだべ次って思ってあ、まだあったって思って、あ、そう、はい、そうですか、はい、ということで、はい、本日も元気に一発目の曲に行きたいと思います。はい、ノアで夢から覚めた夢。最近忙しくしてたから何もしたくないんだ。朝も布団から出たくなくて、まだこんな日めったにないよね。僕の胸の中でもう少し抱きしめさせて、まだ
してるとか通り越していたのさ。もいいから「あと5分でいいから」「そばにいてほしい」「時間がずれていたなら君の手を離さなければ」その時呼び止めていたなら抱きしめていたなら。ノアで夢から覚めた夢でした。はい、改めまして本日のアスリート応援番組アスラジは2015年のスポーツニュースを振り返っていきたいと思います。はい、何がありましたか。何がありましたか。もうまあさっきちょっと話はした、はい、けれどもだけれどもどんなことがあったのかなっていう、なんか印象に残ってるスポーツニュースってありますか。ヤクルト以外で。ヤクルト以外で、ヤクルトセリーグ制覇以外でお願いします。以外で、はい、以外で、以外でお願いします。野球賭博はいはい、不祥事顔ですね。そうですね、はい、あとこの前サッカー、はい、クラブ選手権見て、うん、スアレス選手がクラブ選手権で、史上大会初のハットトリックを決めた試合を見ちゃって、はい、海外サッカーハットトリックした次の日も得点バンバン決めてるからね、はい、あもうサッカー、海外サッカーってこんな面白いんだって初めて知りましたね、はい、あとネイマール選手最後出たでしょ、はい、決勝戦、はい、あのドリブル半端ないな。半端ないですね。あんな抜ける選手俺日本に見たことない。そもそもチームバルセロナっていうチームのパスワークの綺麗さに、うん、海外ってこんなにすごいんだって。だからあれを見ちゃうと国内サッカーもやっぱ頑張っていかないと、はい、まあ、世界で通用しないっていうのはそこなんだろうね、はい、本当に糸を引くパスワークってあれを言うんだなっていうぐらい、うん、止まらないでスースー、スースーボールが動いて、うん、あれのなでしこ、はい、なでしこがね、はい、世界じゃ通用してるわけですよ、はい、で日本 の, その女子サッカーはこの華麗なるパスワークと言われてる、はい、わけでしょ、はい、この男子と女子の違いってなんだろうね。なんでしょうね。やっぱなんだろう、パッと見もうサッカー多分知らない人が、はい、クラブね、うん、選手が見て、はい、同じこと思うよね、うん、あ日本あれじゃあやっぱ勝てないのかなって。全くそのことを見ながら思いましたね、うん、まあこれじゃしょうがないかなって思っちゃうよね、はい、これじゃ勝てないわってずっと思って、うん、なんでしょうか。まあバルセロナは、まあ、別格にしろだよ、まあそうですね、はい、まあ、史上最高のチーム戦力って言われてるぐらい、今年は強かったそうで、まあそれにしてもメッシ選手動かんね。動かんすか。うん、動かんね。ああ、ちょっとね、あるニュース番組でも言ってたんだけど、はい、キーパーよりも走らない。ほう、動いてる距離を計測したら、はい、キーパーより動いてないですよ。ほう、メッシ選手って。メッシ選手、はいはい、でそれをスアレス選手ね、はい、いいんですかっていう話を聞いたときに、はい、いいんですと、彼は点を決めてくれればそれでいいと。あ、だから彼がそこに行ってくれれば、はい、僕たちは彼にボールを渡せばいいだけだから、あ
見るらしいですね。ネイマール選手もソアレス選手もメッシ選手に渡せばいい、そうそう渡せばいいから彼は動く必要がないと、はい、あそこにいてもらわなきゃ困るというぐらい本当に、まあそれを聞いてから俺見てたんだけど、はい、うわ本当に動かねえんだと思って、周りの選手がバタバタ動いてるんだけども、はい、やっぱこうね、もうほぼ歩いて、はい、もう ほぼ自分の陣地をこうさまよってるみたいな、うん、まあ、もちろん近くにボールが来れば動くけど、はい、まあ素晴らしいなと思って、それだけの絶大な信頼っていうか、はい、あのすごいって言われてる2人が、うん、彼がいなきゃダメだって言ってるぐらいじゃなきゃ、彼は世界一のプレイヤーだから、はい、彼は、まあそこあれでいいんだと、あれはびっくりしました ね、すごいよ。でもそんなネイマール、メッシの2人がいない中、うん、3対0で勝っちゃう、そうですよ、バルセロナも何なんだって感じなんですけど、強い、もう単純に強すぎ、はい、あのね、野球で例えたらソフトバンク並みですよ、はい、そうですね、それぐらい圧倒的な強さがあったよね、はい、いやあれは確かにね、なんかサッカーは面白かったですね、世界サッカーのレベルの高さを改めて感じた大会でしたね、はい、あれを横浜で見れるんだったら見に行けばよかったなって、うん、結構思いました。そうなんですよ、だからサンフレッチェがね、はい、負けちゃっても、はい、やっぱ見に行きたいなと思えるのがサッカーでしょ、はい、ね、それに比べてだよ、はい、野球同じように、ね、東京でやりましたよね、はい、世界大会がありまして、はい、まあ、日本負けまして、はい、まあ減りましたね、減りましたね、観客がね、はい、やっぱその差でございますかね、うん、野球とサッカーの違い、まあでもだからといってアメリカだキューバだが本気出してきても、今度は日本戦で見に行く人がいないんじゃないですかね、まあそうだろうね、どうせ勝てないだろうみたいな、うん、ただやっぱりメジャーの選手が、まあ見たいですけど、ね、まあバンバン出てきたら、はい、まあ昔日米野球、はい、そうだったでしょ、まあ、あれやっぱもう本当名だたるさ、まあ、エキシビション一戦じゃないですか、ね、2、3戦、でも、まあね、まあまあ、まあ、みんな、ね、例えばバリー・ボンズ選手が来るとかさ、はい、まあ、一時期、ね、ちょっと前だとランディ・ジョンソン選手が来るとかさ、はい、サミー・ソーサ選手が来るとかさ、はい、っていうのでこうみんなわーってこう、ね、はい、行って、あれがこうどの大会でも あってほしいかな、うん、と思いますね、本気で、うん、なんかに日本ってさ、日本のプロ野球って、はい、こうチームにこう固執しすぎて、はいはいはい、他チームをけなす傾向がやっぱりあるし、あ、はい、移籍して頑張新しい、ね、新天地でも頑張ってとは言うものの、はい、やっぱりちょっと時間が経つと、はい、もうやっぱ自分の応援してるチームってなっちゃうけど、うん、やっぱり向こうのメジャーってこうどのチームでも敵のチームだろうがなんだろうがいいプレーしたらもうスタンディングオベーションするし、うん、やっぱそういうのない、そうですね、やっぱその差なのかなとは思うんだよね、本当にすごいファインプレーしない限りですよね、うん、そうだから、ね、やっぱそういう、 こう野球を愛するっていうか、こう、はい、チームはすごい愛する傾向なのかもしれないけど、はい、こう野球全体をこう愛してる選手って少ないのかなと思っちゃってね、はい、なんかそこがなんか野球離れのを止めるね、うん、きっかけにもなるんじゃないかななんて思ったりもするんですけどね、はい、はい、あと何かございました。野球のいいことだったら、うん、岩隈選手がノーヒットノーランを今年達成しましたね、はい、14年ぶり2人目、こうやってなんかどん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 、はい、あの海外に出てる選手がね、はい、活躍をできる野球界、はい、サッカーと同じのはずなんだけどね、そうですねなんか悲しいじゃん、そうですね、悲しいじゃん、本田選手ははい、揉まれてますけど揉まれに揉まれてるけど、結局は本田選手がね、はい、このチームにいないといけないっていうの で、 そうです、ね、もう残ることが決まったわけじゃないですか、はい、ああいう選手、野球でもみんなそうじゃんね、なんでだよどうしたんですかなんでだよ野球もうちょっと頑張ろうぜ、はい、はい、ピッチャーと外野手しか、はい、頑張れてないんで、そうですね、はい、外野手はちょっとやっぱ厳しいかな、厳しいですかねと思います、はい、何が厳しい、技術的な面に関しては別にそんな大差はないと思うんです、はい、取る投げる、まあ、投げるがちょっと弱いですけど日本は、うん、
まあ、打つの部分が一番大きいポイントではあるんですけど、ね、なんだろうね、まあ、日本で言ったらほぼみんながホームランバッターが内野にいますから、はい、なかなかね、そうですね。で、まあ、じゃあ長距離砲で戦うぞって言って、はい、じゃあ例えば中村選手がね、はい、メジャーに行ったからといって今度は守備面、肩面っていうのが出てくるし、うん、はい、まあ、まだまだレベルかもしれないです、うん、面白い内野手が出てくればいいんじゃないですかね。何でもできる、はい、山田選手とか、だからそうですね、松井稼頭央選手が成功したように、はい、山田選手とかやっぱ、はい、日本人ならではのこう小技ができて走れてとかっていう選手だったら俺は通用するんじゃないかなと思いますけど、ね、うん、こう海外の選手に持ってないものを日本の選手も持ってるんで、はい、そこをアピールできる選手は強いんじゃないかなとは思いますよ。はい、はい、また野球になっちゃいましたね。そうですね、はい、じゃあ続いてはサッカー、またサッカー、またじゃあもう一回サッカーに、はい、アギーレさんの、はい、解任ですか。そうですね、だいぶ今年最初の方ですよね。そうですよ、あれから始まったんですよ、はい、不祥事は あれから始まったんですよ、不祥事は、はい、でね、相撲の世界では、はい、相撲の世界なのに野球賭博が発覚し、はい、ねえ、亡くなられちゃった北の海理事長が頑張って、はいはい、ね、事態の収拾に努めて、はい、なんとか収拾したかなと思った今年の終わり頃に今度野球界で野球賭博でございますよ、はい、本家で本家で、あとは収賄とかね、はい、ね、横領とかね、横領たくさんありましたね。たくさんあったよね、サッカーもあったし、はい、FIFA ではあったからね、はい、どういうこっちゃっていうね、もう各界で、はい、もう各界であったりとか、あと陸上だとね、そのドーピングだ、はい、ね、ロシアのね、はい、選手のドーピングだなんだってのもありましたし、うん、まあ、毎年あるっちゃあるけど、なんか今年すごい目立つなと思って。そうですね、一個目立つとやっぱりいろんなところで、はい、はい、ありますよね、はい、はい、あとまあいいニュースもいっぱいありましたよ。そうですね、例えば白鵬選手、白鵬選手、はい、白鵬関優勝とか、はい、はい、相撲界とかでは、うん、まあ、後半にやっぱ、まあ、大会が集中してるからっていうのもあるのかもしれないですけどね、はい、まあ、錦織選手もそうだし、はい、あとこの間もね言いましたけど、バドミントン、はい、ね、男女で優勝したりとかですね、はい、ラグビーも、はい、ラグビーもそうだし、はい、ね、あとは羽生選手ね、はい、フィギュアの、まあ、怖いですね、あの子はどこまで伸びるんだろうね、はい、あと、まあ、浅田選手がちょっとね、はい、心配ですけどね、はい、まあ、復帰してすぐだったんで、うん、まあ、復帰してすぐの大会っていうのと、あと胃腸炎だったっていうのもあって、はい、大会試合終わって直後もう病院に、はい、っていうことで、まあ、体調不良もあったとは思うんですけどね、まあ、なんとかね復活してほしいなとは。せっかくね、なんかこう引退をしないで、はい、もう一回競技に戻るっていう決意をしたからちょっと頑張ってほしいなとは思いますけどね、はい、あと、まあ、残念なのが、はい、まあ、澤選手が引退とか、うん、退ね、山本昌選手引退とか、まあ野球界はしょうがないね、はい、毎年のことですからね、はい、こればっかりは。引退はやっぱりちょっと寂しい、うん、まあ 引退はいいんですよ。いいんですか。引退はまあ、まあ、いつかは、いつかは必ずあることで、はい、まあ、第二の人生に向かってね、はい、スタートを切るわけなんで、はい、いいと思うんですけどね。林さんはやっぱ戦力外通告ですよね。あ、野球はそろそろここがちょっとそろそろ始まるんじゃないですかね、テレビが。そうですね、テレビの方でブルースデーらへんでね、はい、はい、やりますからね、毎年ね、はい、だからここがね、やっぱ10月ぐらいになると、うん、もうちょっとなんか心痛い発表がいっぱいね、うん、で、まあ昔よりは今育成っていうね、うん、制度ができてからは、はい、そこの育成でもう一回契約するしてもらえる選手が増えましたけど、はい、うん、まあ何やってるのかなみんななんか追いたいなとも思うんだよね、はい、バースデーじゃないけど、はい、バースデーってさ、そこそこ有名だった選手しか追わないじゃん。
まあもう絶頂だった人が、まあ、番組批判じゃないよ別に、絶頂味わった人が落ちちゃったよっていうの番組で、はい、でもアスラジはやっぱりねこのマイナー的な要素を追いたいじゃない、目が出そうで出なかった、そう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 、選手とか、そう、あの中にはやっぱり1年でクビになる選手もいるわけで、はいはい、やっぱそういう選手がねどう第二の人生をこう、ね、大きい壁を越えていくのかっていうのはちょっと追いたいよね、はい、いつかは、いつか、うん、だってプロ野球毎年こう華やかにこうドラフトで、はい、そうですね、入るけどその中で活躍するの一人か二人であって、はい、ずっと二軍にいる選手もいればそこにたどり着くまでにももうポイってされちゃう選手もいれば、はい、なので可能性は山ほどあるんでね、うん、なんかこう光当たってもらえる選手と全く光の当たらない選手、対照的ですけど、はい、僕は光の当たらない選手を応援したいな、うん、と思ってます、はい、のでアスラジは光を当たらない選手を暗い番組になっちゃうかな、光の当たらない選手に光を当てようってことです、ね、そうですよ、はい、いいこと言うじゃない、はい、ちょっとは成長しました、いやあんまりあれ知らないですか、あんまり、あんまり、はい、なんかもう先々週ぐらいからもうちょっと、ああちょっと評価が落ちてきた、はい、はい、そうなんです、あとあれですよ、はい、まあこれあんまり大々的には放送されなかったですけど、はい、水泳、はい、水泳、ね、今年のね4月に、まあ、の長岡美恵子さんっていう人がね、はい、1500m 自由形をですよ、はい、1時間15分、はい、54秒で泳いだ、はい、これがですね記録になったんですね。ほう、何の記録かというと、はい、実は長岡さん、はい、御年100歳でございます。はあ、はい、100歳以上として世界で初めて 1500m を完泳するっていうね、はあ、すごいこともあった、史上初、実は、はあ、あまり大々的には報道されませんでしたけど、はい、アスリートでは、ま、アスリートですよね、100歳で1500、普通の人でも泳げない人は泳げないからね、はい、1500m、はい、1キロ、1500ですよ、1キロ、すごい、そうですよ、はあ、を泳ぎ切ったと、まあ1時間15分かかりましたけど、はい、まあまあそんな、はあ、関係ございませんよ。あとはまあね、ボクシング、まあ亀田選手ですよね、そうですね、はい、引退がありましたね、はい、ですよ、はい、まあ、あとはねバレーボールとかもありましたで、何ですかバレーボール、はい、あ、はい、バレーボールどうしました、今ちょっとメールを 見ちゃって、あ、はい、まあ、バレーボールの、はい、まあ、会長の解任とかもあって、はい、あとはまあ、ね、バスケット、バスケット、はいはい、バスケットがオリンピック種目というかオリンピック決定したりとか、はい、はい、いろいろありましたけどね、あれはダメだったんですよね、はい、残念ですね、です、はい、残念ながらでございます、はい、あと室伏選手、ハンマーの、はい、まあね、ちょっとね日本選手権欠場したりとかね、はい、まあ、世代交代の年なのかなとか、室伏選手、こうこの前兄と話してたんですけど、はい、世界じゃない、日本記録、はい、1位から10位まで、はい、ほとんど室伏選手らしいですね、あらま、でその次にすごいの誰だってなったら、うん、室伏選手のお父様らしいです、それ歴代でってことでしょ、そうですね、もうほとんど室伏浩二、室伏浩二ってきて、たまにそのお父様が、はい、ポンって出てきて、中京大学だっけ、はい、そこはちょっと実はね僕の高校の時の1個上のね、はい、まあ、野球部の先輩がいたんですけど、はい、その先輩の弟が、まあ、陸上ずっとやっていて、はい、ハンマー投げをやっていて、で、まあ、ずっと高校もハンマー投げで入って、はい、その後
まあ、室伏選手の、ね、お父さんの指導されてる、まあ、確か中京だったと思うんだけどね、はい、入ってですね、室伏選手と同じ大会にももちろん出場していて、日本2位の記録を持ってるんですけど、はいはい、その大会室伏選手が1位で、その、うん、その子が2位だったんですけど、はい、この差この差が飛ばしたとてつもない差だった、飛ばしたメートル差ですか、ええ、もうあのね、はい、なんだろう、普通の競技だったら1位とビリぐらいの距離の差がついて、まあ、ダントツの優勝、2位から最下位がそこにすっぽり入れるぐらい、そう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 、で2位3位4位5とかその下はもうやっぱり僅差、はい、ある程度僅差だーってなるんだけど、はい、もうそこが2位と1位の差がありすぎちゃって、もう到底その時思ったってもね、僕はオリンピックに出れねえと思ったらしいね、この競技を変えない限り、彼がいる限り、うん、でもあのずっと室伏選手と一緒にトレーニングしたりとか、はい、あのずっとくっついてねやってたんですけど、まあやっぱりね大きな壁ですよね。室伏選手が唯一日本人で80メートル飛ばせる、うんうん、だってもう日本人じゃないもん体が体がだって全く野球やったことありませんって言って、はい、始球式でスポンつって130キロバーンって投げるんだから、ね、はい化け物でしたね、化け物ですよ。あらあら、もうそんな時間です。早いな今日。早いですね、すごい早いですね。はい、来年の抱負は何でしょうか。来年の抱負、はい、個人的に、個人的にっていうかもう女子野球、はい、優勝、はい、したいです。おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございますと言えるようにね、はい、全部もう、はい、一発目で、はい、もう全部優勝して、はい、これたらいいなっていうぐらいで思ってます。どうしました。いや、なんでもないです。いや、私の抱負はですな、はい、まあ来年の抱負はユッキーが、はい、トークができるようにうんって言われましたオペレーターの井上さんからうんって言われましたトークができるようにちょっとサポートしようかなって、はい、思う、はい、今日この頃です。あとはあの役を飛ばさないように、そうですね、役は消せるように気を頑張ります。はい、ていうか役払い行きなさいよ。今年は次、来年はちゃんと、あ、行った方がいいよ、はい、行きます、はい、来るよ。来ますか。きっと去年でああだったからね、去年今年か、払った役が他の人に行くかもしれないです。僕じゃなきゃいいですはい、はい、メールも、はいはい、少し変わってて優しい監督笑って、うちの選手、はい、はい、来てます。おめでとうございます。ありがとうございますすごいなんか嬉しいです。あ、嬉しいです、はい、よかったです。はい、一言だけボソッと来てました、はい、嬉しいよね。嬉しいですね、はい、見てくれたんだなっていう。そうですね、はい、あ、で1月入ったら、はい、もう日程がちょっとまだね決まってないんだけど、はい、一応ゲスト決まっております。はい、のでお楽しみに。お楽しみに。はいはい。何ですか。何ですか。何ですか。なんかそれについてなんかないの。来年はちゃんとトークできるように。そこ。はいはい。一人でもトークできないし、ゲストの方来てもトークもでやっぱりできないしで。はい。トーク下手だったんで。はい。トークできるように、そうですね、頑張りたいです。ちょっと来年はね、俺が出れる機会が少ないかな、あらっていう、あら、可能性もあるので頑張ってくださいね。泣きにしもあらず、はい、泣きにしもあらずなんでね、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、そして、はい、次回はですね、はい、いつですか。1月の6日でございますね、はい、15時で、はい、この番組でお会いしましょう、はい、お送りしたのは番組パーソナリティ中垣大輔とアシスタントの石川幸寛でした。この番組はエノハガールズ H プロジェクト株式会社、鹿島学園高等学校、日本野球指導者協会の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週、来週じゃない、来年1月6日です。さよなら、さよなら。